さんはバミューダトライアングルという場所をご存知でしょうか。バミューダトライアングルとは北大西洋にあり、アメリカのフロリダ、プエルトリコ、バミューダ諸島を結ぶ三角形の海域なのですが、実はこの海域は船や飛行機が突然跡形もなく消えてしまうという事件が数多く起こっており、そのため魔の三角海域と呼ばれて恐れられているのです。バミューダトライアングルとは一体どんな海域なのでしょうか。今回はその魔の三角海域、バミューダトライアングルについて紹介していこうと思います。バミューダトライアングルとは北大西洋に存在し、アメリカ合衆国フロリダ半島の先端、プエルトリコ、バミューダ諸島の3カ所を結ぶ三角形の海域であり、バミューダ諸島を中心に三角形で結ばれていることからこの名前で呼ばれています。このバミューダトライアングルは古くから船や飛行機、またはその乗務員のみが何の痕跡も残さず姿を消してしまうという事件が数多く起こっており、そのため魔の三角海域とも呼ばれており恐れられているのです。この海域では100年以上前から100を超える船や飛行機、1000人以上の人が消息不明になっているとされており、その残骸や死体が発見されていないことも多いのです。このバミューダトライアングルという言葉はアメリカの作家ヴィンセント・ガディスが作ったものであり、1964年の雑誌アーゴシーで掲載した文章の中で初めて登場しました。またアメリカの超常現象研究家のチャールズ・ベルリッツの著書謎のバミューダ海域が500万部以上の世界的ベストセラーとなったことで、この伝説が広く知られることとなりました。ちなみにこのバミューダトライアングルに関する最初の記録はあの有名な探検家クリストファー・コロンブスによるものであり、コロンブスの航海日誌には1492年の航海でこの海域を通過した際に方位地震が奇妙な動きを見せたと記録されています。次にこのバミューダトライアングルで起こった有名な失踪事件を紹介していきます。その1、サイクロプス号。サイクロプス号とは1910年に浸水したアメリカの旧単艦で、全長165メートル、幅20メートルで1万トンを超える大型船でしたが、1918年にバミューダトライアングル付近で乗組員とともに消息を絶ち、この出来事は当時の新聞でも報道され、後に捜索も行われましたが、100年以上が経った現在も原因は不明で、その残骸も未だに発見されていません。その2、フライト19。数多く起こっているバミューダトライアングルでの失踪事件で最も有名なのがこのフライト19の失踪事件です。第二次世界大戦終結から約3ヶ月後の1945年12月5日、アメリカ海軍のアベンジャー雷撃機5機、1名の教官と13名の訓練生からなる編隊フライト19が訓練飛行中にバミューダトライアングルの上空で消息を絶ちました。しかも後に海軍基地からフライト19の捜索の要請を受けて海域へ向かったマーチンマリナー飛行艇とその乗務員13名もそのまま消息を絶って行方不明になってしまうのです。後に5日間にわたって海軍や沿岸警備隊による大規模な捜索が行われましたが、フライト19とマーチンマリナー飛行艇はその残骸や破片すら発見されず、その乗務員合計27名の安否も不明のままです。ちなみに12月5日はこの有名な事件が起こった日であることからバミューダトライアングルの日とされています。このバミューダトライアングルで船や飛行機、その乗務員が突然消えてしまう原因は現在の科学をもってしても未だに解明されていませんが、その失踪の原因としていくつかの仮説が挙げられています。
その1、マイクロバースト説。まずマイクロバーストとは積乱雲から吹き下ろされる強い下降気流のことであり、これが地面や海面に衝突することで四方八方に災害を起こすほどの強風が発生します。この海域を通過する船や飛行機がこのマイクロバーストに巻き込まれてしまって海に沈められているのではないかといった説となります。ところがこのマイクロバーストは低空でしか発生せず、航空を飛行する飛行機の失踪の説明がつかないため、これが原因である可能性は低いと言われています。その2、メタンハイドレート説。船や飛行機が突然失踪する原因として最も有力視されているのがこのメタンハイドレート説であり、メタンハイドレートとはメタンガスが水分子と結びつくことでできる氷状の物体であり、火をつけると燃えるため燃える氷とも呼ばれています。このメタンハイドレートがバミューダトライアングルの海底に大量に埋まっているとされており、船の場合は海底のメタンハイドレートが気化することで大量のメタンの泡が瞬時に発生し、それに巻き込まれると浮力を失って沈没してしまい、飛行機の場合はエンジンがメタンを吸い込み、それによって酸欠となり不完全燃焼を起こして出力低下で揚力を失って墜落しているのではないかといった説となります。また失踪した船や飛行機の残骸が見つからないのはメタンガスの放出によって土砂が舞い上がり、その土砂が沈んだ残骸の上に積もって覆い隠しているからだとされています。はい、以上が魔の三角海域バミューダトライアングルについてでしたが、古くから船や飛行機、その乗組員の失踪事件が後を絶たない海域で、その行方や原因は未だに分かっていませんが、その失踪の原因の仮説としてオカルト的なものだと異世界への入り口となるワームホールや宇宙人によるものといった説があります。そのためよく都市伝説や超常現象のネタとして扱われることが多く、また映画や漫画、小説の題材になることも少なくありません。皆様、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。